左へ三歩。鈴を一度振り、右へ。もう一度振って、次は。やめ。心が乱れておる。集中できぬようだ。心を鎮めれば炎を制御できると幾度も言ったはずだ。だがいつまで経っても君はできぬまま。五山祭りにいかにして神楽を奉納するというのか。そんなこと言われても、どうせ私はうまく踊れないから、別の人に変えたら。大司祭様ならぬ。なんで。君は寛容であるが、天と魂を通わせる御神化が宿っている。しかし御神化は感情に影響されやすい。感情を制御できなければ君の中の御神化を抑えられぬのだ。己の立場と務めを忘れるな。鈴彦姫、戻ったら何をすべきか心得ているな。分かったよ、大司祭様。そんなことより、ちゃんと神楽を奉納できたらご褒美くれるんでしょうね。騒ぐな、それが果たせれば望みを一つ叶えてやると約束しよう。